どうも、皆さん、こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今、ドル円をね、ちょっとまあ、ずっと見ているわけなんですけども、これはまあ、100円というね、まあ、切り板のとこまで来て、まあ、ちょっと反発しているようにも、まあ、見えますんで、まあ、このダブルトップのような形を作る、あるいは逆三尊のような形を作る、というようなチャートパターンが形成されて、なおかつこの 20SMA、また 20EMA の上にローソク足が来て、またこう押しを作ったりとかしたところでね、まあ、ショート式5分足のまあロジックに沿って、まあ、買いエントリーしてもいいかなっていうところではあるんですが、十分まあこの100円という、まあ、この切り板ですね、をまあ、下抜いてくるということも十分ありえますんで、ちょっとまだここでは何とも手を出しづらいといった状況ですね。で、まあ、そんなことを語りつつ、今回は基礎的な内容になるんですが、為替レートについてちょっと今回は詳しくね、掘り下げて解説していきたいなと思うんですね。で、為替レートっていうのは、異なった2種類の通貨を交換する場合の交換比率のことを言うんですね。これは為替レートとも言いますし、外国為替相場とも言います。で、まあ一般的には為替レートってまあ言われますね。で、この為替レートっていうのは、まあ一つではなくて、いろいろな場面で異なった数値でまあ示されるわけなんです。例えば海外旅行に出かける前に、トラベラーズチェックを発行してもらう時のレートっていうのと、現金に交換してもらう場合のレートっていうのは、まあ、違いがあるわけなんですね。で、まあ、こういったまあ銀行が直接顧客と取引する対顧客市場っていうのと、銀行間同士で、取引が行われるインターバンク市場っていうのがあるんですけど、このインターバンク市場でも、レートっていうのは異なってくるんですね。でも通常はこのインターバンク市場での交換比率のことを為替レートと、呼んでいます。で、為替相場っていうのは基本的にはですね、2国間の力関係によって、強い方の国の通貨が買われて高くなって、弱い国の通貨が売られて安くなるっていう、まあ、力関係があるわけですね。で、例えば、米ドルと日本円という2つの異なった通貨をね、比べた場合、まあ、このドル円ですね、今のこのチャートの。米ドルが欲しいっていう人はですね、たくさんいるにもかかわらず、日本円の人気が、低かったりするときなんかは、需要のですね、多い、米ドルの価値っていうのが高くなるわけなんですね。で、まあ、こういったからくりっていうのは株式市場とか債券市場と同じで、売られるものと買われるものの力関係ですね、まあ、いわゆる、需要と供給のバランスによって値段が高くなったり安くなったりするんですね。すいません、ちょっとね、今ね、お腹が空きすぎて、ちょっとお腹の鳴る音がちょっと音声で入ってしまう恐れがあるかもしれないんですけども、気にしないでください。っていうか、もうさっきちょっと入ったかもしれません。すいません。ちょっと もし聞こえてしまった方はちょっと今お詫びを申し上げます。すいません。で、まあ、需要と供給の関係に大きく影響を与えるのはですね、景気とか金利とか国際収支、国際収支っていった、経済の基礎的な要因なんですね。で、経済の基礎って言ってもさまざまな要素があってですね、この要素を、ファンダメンタルズってこう呼んでるわけなんですね。で、経済の基礎的な諸条件であるさまざまなね、こうファンダメンタルズの要因によって為替相場、為替レートのことですね。為替レートの動向が変わっていくっていうことになります。で、ちなみにこのファンダメンタルズっていうのは経済指標とも呼ばれたりしますので、よければ覚えておいてください。で、景気がいい
国の通貨ですね、株価とか、金利上昇への、期待感からね、買われて上昇するわけなんですね。で、逆に景気が悪い国っていうのは、資本や資産っていうのが逃避するので売られやすくなるんですね。で、そのためですね、景気の動向に、すいません、ちょっとなんで僕、景気ってのは言いづらいんですよね。すいません。景気の、動向に関連する、経済指標の発表はですね、為替相場を動かす、結構な材料となるわけですね。で、特にアメリカの雇用統計とか、GDP、っていうんですけど、この GDP っていうのは、国内総生産のことですね。などのですね、重要指標っていうのは、注目度が高くて相場に大きな影響を、与えることが多いです。この GDP とかっていうのは、なんかその社会とかでね、習ったり、したかと思うんで、聞いたことがあるっていう人は多いと思います。このね、学校で習ってることは、すべて無駄っていうことではないんだよっていうね、ことですね、要するに。で、基本的に、お金っていうのは、低金利の通貨の国から、高金利の通貨の国へと、流れるので、金利が高い国の通貨っていうのは、買われて、上昇するわけなんですね。で、金利はですね、国内の景気や、物価と、密接にですね、関係性があってですね、例えばですね、物価の上昇が強くなってインフレの傾向が出てくるとですね、中央銀行っていうのは金利を引き上げるわけなんですね。で、世界経済の中心である米国の金融政策を決定する FOMC っていうのがあるんですけど、これは連邦公開市場委員会のことなんですけど、 FOMC のことはこの連邦公開市場委員会の声明と議事録っていうのは特に注目を集めるというものになります。で、貿易収支かサービス収支からなるですね、経済収支とか、資本収支によって発生する実需っていうのは、為替変動の大きな要因と、なるんですね。これもで、例えば、日本の経常収支が、黒字だとすると、受け取った外貨をですね、自国の通貨に変える必要が出てくるんで、円高傾向になるんです。で、同じように考えて資本収支においてですね、資金流入の方が多い、流入超の状態だとですね、自国通貨っていうのが買われるんです。金融すいません。ちょっと飲み物を飲まさせてください。すいません。ちょっと。で、金融当局はですね、為替レートのですね、急激な変動っていうのを、抑制、したいためですね、またはですね、過度なね、通貨高。通貨安っていうのを、なんていうかね、こう、平均的にね、こう、したいためにですね、為替介入っていうのを行うことがあるんですね。で、日本では、財務省の命令によってですね、これは日銀が行うんですけども、その額っていうのは、数兆円規模に、上るためですね。為替相場っていうのを動かす大きな要因となるわけなんですね。で、数カ国が連携して行う、協調介入っていうのは、為替相場の流れを大きく、変えたりもします。
で、ファンダメンタルズ要因っていうのは、まあ、この他にも正直あるんですけど、需要とね、供給とは関係のないね、要因で、為替レートが動くことも、たくさんあるわけなんですね。でもそれがまあそのテクニカル的な要因だったりも、要因っていうのも一つの、まあ相場が動く原因の一つでもあります。で、そのテクニカル的な要因っていうのは、まあ為替市場にね、参加しているその投資家の人たちっていうのが、ほとんどのケースにおいてですね、まあ、今この画面でね、表示させているこのチャートっていうのを見ながらトレードをしているんですね。で、これ、この今のこの画面です。この画面のことをこれチャートっていうんです、これを。まあ、これを、今、あれですよ。超初心者の方に向けてこれ今言ってるんで、バカにするなとかそういうことはね、ちょっと思わないでほしいんですね。ちょっと、中級者とか上級者の方は、知ってることはもちろんわかってるんですけど、これまだその、チャートって一体何っていう、そういう感じの方のための動画なので、ちょっと気を悪くさせてしまったら申し訳ないです。で、まあ、これがチャートって言います、これは。この画面。これ MT4 のチャートですね、これ。で、多くのその投資家たちがですね、同じような、チャートをね、利用して、売買しているので、チャート上でその市場にね、参加している人たちの、思惑っていうのを、推測しながら、トレードが行われることっていうのが、まあ、結構あるんですね。で、為替市場ではですね、サポートライン、これはまあ支持線とも言われるんですけど、このまあサポートラインとか、あとまあレジスタンスライン、これはまあ抵抗線っていうのは、多くの市場参加者にですね、まあ、結構注目されているんですね。なんで、ラインを突破したりすると、短期的にまあ、相場をね、こうぐーんとこう加速させたりするっていうことが、まあ、よくあります。まあ、まさに今この状況ですね、これ。今これ、まあ、こう落ちてきてるじゃないですか。で、これ、まあ、100円っていう超強力な、これはまあ、こう下からこう、上から下にこう来てるって感じなんで、これがこうサポートラインになってこう反発してくるのか、それともこの100円を下抜けて、こうレジスタンスラインとなってまた下がってくるのかっていう、まあ、まさに今そういう局面なんですね、こういうところ。つまりこの100円というこの切り板は相当な、まあ、重要なラインということです。で、ラウンドナンバーってね、こう言われるんですね。この僕は切り板って言ってるんですけど、これはラウンドナンバーって呼ばれるんです。この切り板のこと、100円とか、100円、80円、120円、90円とかね、これ分かりやすい数値のことですね。まあ、あれですね。厳密に言うと、その間の、まあ、100.50とかね、100.5とか、99.5とか、まあ、そういった数値も結構意識はされるんですけど、まあ、その中でもその切り板ですね、そのラウンドナンバーはもっと意識されるってことです。それなんでかって言ったら、その大量の注文がですね、その交錯してるんですね、その値に。なんで、その為替が大きく動くってことなんですね、その値で。で、投機的な要因で動いたりすることもあるんですね、相場は。ちょっとすみません。水を飲まさせてください。すみません。で、膨大なね、資金を投入して、短期的にね、利ざやを、稼いだりする、取引をね、繰り返すのが、そのヘッジファンドって言われる、ところや、機関投資家たちなんですね。で、もう、これらの、ヘッジファンドや、機関投資家のことをですね、まあ、投機筋と、言ったりもするんですね。
投資額が大きくて、外国為替市場における、取引量を占める割合が、大きいので、あの短期的な為替相場っていうのはこの投機筋の影響が大きいと、言われております。なのでこのヘッジファンドとか機関投資家たちの、まあ要は何て言うのかな、戦略のせいでこう、まあ、急に相場がバッて動いたりして、こう騙し、それがその騙しっていうふうに、いうふうに言われていたりもするんですね。もうちょっと下抜けとか重要なラインこう、まあ、一旦ちょっとパッて抜けるんだけどすぐ戻されるとか、そういう場面とかですね、結構このヘッジファンドとか機関投資家たちのせいだと言われております。で他にはですね、まあ、戦争とかテロとかによってまあ、その政治的なですね、その不安っていうのが起きたりすると、投資の活動やその、消費にね悪影響が出るっていうことが懸念されてですね、その国の通貨がですね売られる傾向にあったりします。で以前は、有事のドル買いとかってね呼ばれるようにですね、基軸通貨である、ドルが買われたりするっていうことがまあその多かったりもしたんですけども、最近ではですねスイスフランとかですね資産の投資先として、買われたりっていうケースがね、まあ、ちょっとこう目立ちつつあるのかなっていう感じですね。これ今分かりましたかね、今これ一瞬パッてこう今勢いよく下抜いて下に動いたの分かりましたかね、今これこれ100円っていうこの切り板ですね、ラウンドナンバーがこうラウンドナンバーですねこう下抜けたっていうことで、まあちょっとそのスピードが上がったっていうことですね。だからやっぱりこういう切り板っていうのは意識されてるんだなっていうのが今の動きを見てもお分かりいただけるかと思います。ですね、まあこんな感じでですね、ちょっと今回その為替レートについてちょっと詳しく、かなり詳しくね解説の方させていただきました。まあなんて言うんでしょうかね、非常に参考になっていただけたら、とても僕としては幸いでございます。はい、というわけで、まあ僕自身ですね、そのまあテクニカル的なね教材ですね、FX の、トレードに関する教材なども販売しておりますので、よければまあ動画のこの概要欄からですね、まあ僕の FX 教材の、まあチェックなどもねしていただけると嬉しいなと思います。スキャルピングの FX 教材の方はですね、今現在週間ランキング4位をですね獲得しておりまして、DL マーケットの方なんですけども、本当に多くの方々にご購入いただけておりまして。とても感謝しております。ありがとうございます。よければね、今のこの FX を、まずその FX とはっていうか、っていうところから、まず勉強しているような、超初心者の方もですね、まあその、非常に、今後のね、勉強に、その実際のそのトレードのやり方に関しての勉強に非常になると思いますので、まあ、よければ動画の概要欄からチェックの方よろしくお願いします。はい、というわけで、ありがとうございました。翔太でした。